ハープロープ2018第1回ドラフト会議を開催します。昨年度ビリー小錦ゴリアンズ代表恭平さんお願いします。はい、おさいです。2位夕張メロンズ正義監督優勝巨大ライエンズ代表大輝さんお願いします。第1回バブルズ選手ドラフトリーグー待ってました。僕始まってたやつ来ました。ドラフト会議でございます。あら冷めてるじゃないの。どうせ優勝するかな、どうでもいいかなみたいな。あれチームとか別に何でもいい。あ、もうどうせ力でいっちゃうから、うん、能力じゃないと別に取らなくてもいいもん。あ、取らないで。ほんなら取らせてください。2018になって初めてのドラフト会議、うん、これ熱いよ。こっからね、新チームを作ってドラフトリーグを繰り広げていくと。よいしょ、楽しみ。で、今回はね、もうメインチームを前回使ったチームはもうなしなんで、あら、うん、なるほど。自分が使ってないチームを選んでもらって、おいで、また今回も4名今回今回も4名、うん、4名ずつ取って、はい、第1回ドラフトリーグを開催する。よっしゃー、ここ重要。マジでこのドラフト緊張めっちゃするわマジでやっぱどの選手が一番欲しいのかっていうのよく分かってる。そうだね、はい、でも1位はね、誰かしら被ると思う。確かに、うん、目玉決まってるみたいなとこある、うん、俺も1位こいつって決めてる。俺も決めてる。俺も決めてる。すごい圧が、うん、圧がすごい。じゃあ早速やっていきましょう。よっしゃ、楽しみ。はい、まあ、チームから。じゃあベースチームどうぞ。もちろんしばらくドン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 チーバロテイドンドンチーバロテイ。チーバロテイ以外できねえじゃん。やめろよ、変なことすんの。他できねえ。お前もちろん日本も負けない。デンデンチーバロテ。日ハムじゃねえ。日ハムでしょ。チーバロテ、やっぱチーバロテやりたい。ちゃんとやんないと。日ハムです。はい、じゃあ俺ね。はい、俺のはほんちゃんで。ああ、オッケー。バクテンイーグルス、デンデンチーバロテ。マジでマジで、お前こいつに突っ込まれるって。しょうがないじゃん。しょうがない。じゃあ俺とシバロってしかわかんじゃん。俺でもやんないで、マジで。マジでやんなくていいでしょ。やんない。もうやんない。ちゃんとしよう。東京ヤクルトスワローズ、ダンダンチーバーロッテ、ダンダンチーバー。ということで全員被らなかった。はい、よっしゃ、取った。ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト、楽天、日ハム、ロッテ、日ハム、ロッテ、みんな半端なチーム。強いチームじゃん。もう強いチーム取らなきゃ。強いチーム選手取られて後半きついっていうのも分かってるんで。そう、あのまだね、これ初めてって人はもう前回の2016年パープル2016のドラフト会議で分かるんですけど、もう取られた選手はもう取れないです。そう、自分のチームから抜けたらもう一生帰ってこないです。だから俺はもう中途半端なチームを選ぶ。前俺1位のカープを選んで、もう散々ダメや。俺もソフトバンク選んでとんでもない。ということで早速ドラフト会議です。よいしょ、開始。第1位選択希望選手小西式、秋山翔、埼玉先生。第1位選択希望選手エビス、菊池涼介、広島東洋。マジで。そこ取ってきたんだ。すげえ、広島東洋一巡でそこ行くの。行きます。マジで、俺大輝とかぶりそう。第1位選択希望選手
夕張メッセンジャー阪神阪神阪神第一子先端機能選手巨大巨大メッセンジャー阪神阪神阪神もうかぶりましたそう来ましたそっかメッセンジャーいたねこいつに渡れしたらやばいあそうだそう対大名前もう忘れてるよお前らこっぴどくやられてんだよまあまあまあ一回も優勝しないんだよこいつ潰しに行かないよやばいよ確かに確かにいやこれ正義に出して俺マジやばいじゃあ今日5行きましょうかよしまあまあ僕弱い僕の方が下の順位ですから珍しくねお願いしますさあ開いてくださいどっちだどっちだメッセはメッセはどっちうわうわマジかこれはやばいまあ俺も外れはもう決まってますはいそれでは第1位選択選択巨大大大大騎士おー楽天投手で来るんですね俺のチームやないかいそうまたかよメッセか騎士のやつは俺また取られるのやはいということで1巡目終わりまして終わりましたはい秋山菊池メッセ騎士およしもう不動のセカンド取れたのでかいじゃあテキパキとね、はい、2巡目参りましょう、はい、第1位選択希望選手小西坂本はい読み第1位選択希望選手エビス柳田ゆうき福岡ソフトバンク第1センターキャッチャー夕張柳田ゆうき福岡ソフトバンク第1センターキャッチャー巨大筒子よしよし横浜 DeNA おーということで坂本勇人獲得筒子獲得で、柳田獲得なんでだよもうなんでだねどうせ俺んとこ行くるもん何柳田取らすないやこれちょっとやばいマジでやばいマジで取ったやばいほんとにやばいお前正義バカつくなかったんだよ書いた人なんでやっぱずるいのであそうだもう混ぜて右か左かでやりましょうあーこはい右で左です左ですどうぞよっしゃー柳田来たしゃぶでもない勇気ナイスナイスナイス柳田さんありがとうございますギータずっしゃ第1選択希望選手山田東京おーなるほどセカンドも決まったやっぱもう二遊間の大事さを考えてリーグ戦でもう知ってますから相関するよね大事だしっかりやっぱり二遊間取ってきたねはい2人目まで終わりましたはい第3位選択希望選手小西鈴木誠也広島東東東東第3位選択希望選手エビス菅智之読み第3位選択希望選手夕張大島中日第3位センターキャッチャー巨大今福岡ソフトバンクおーなるほどそっか今宮もいたんだ2連続で今宮取れましたなるほどやべー
いやエラーついてるから。まあまあまあ、そう危険だよ。私はエラーついてる、うん、まあ俺はピッチャー欲しかった。なるほどね。まあ菅野ね、カモカモだから。いやもうちゃんとカモ、あいつの使い方はもう去年分かってるから。カモか、でもカモ全然勝ってね。カズコ、いや俺もちゃんマジメッセンジャーやばいよ引きずるなメッセンジャーめっちゃ引きずる。だって競技のリードで言ってないんだよ。そっか、そう、俺でもね、マリでいいですよ、やばい。え、僕が外野手で、俺鈴木誠也。鈴木誠也ね、うん、あ、2軍から肩も強いしで、悪いところ一つもないんだよね、ない鈴木誠也は、うん、大島もないです。おお、うん、そっか、大島取ったんだね。いや、いい選手、大島、完璧です。第4次も決まって、俺もうこれ絶対。そっか、第4次、ちょっと待って。OK、 第4選択希望選手、小西式千賀交代、福岡ソフトバンク。第4位、選択希望選手、エビス、ヤマ、横浜 DeNA。 第4位、選択希望選手、ユーバリ、サファ、福岡ソフトバンク。第4位、選択希望選手、巨大、糸井、よしよし、阪神。おー、かぶりなし、よし、全選手が揃いました。よし、ヤマト本当に、ちょ、汗出した。ヤマト本当にヤバいね。ヤマトでいいやつ。ヤマト強いよ。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、もう一回できない。バッティングもできるし、無理だよ、ダメだよ。やっぱすごいわ。ただ第3回で1個って、ドラフトにやっぱ2度とかない。え、ちょ、マジか。まあまあ、よかったじゃん。すごい、いいでしょ。よかった、よかった。よし、3回だ。はい、ということで、第1回ドラフト会議、これで終了でございます。はい。ということで、4人ずつこのまま入れて、はい、うん、新チームで、はい、開始していくんですけれども、はい、なんと今回からですね、うん、ユニフォームが変わっています。おお次の動画ではそのドラフトリーグで使用するユニフォームをね、1チームずつ発表してもらって、オーケー、かっこいい感じで始めていきましょう。コンセプトとかもいろいろ言ってもらって、いいね。で、選手もぶち込んでもらって、はい、はい、なるほど。やっていきましょう。やっていきましょう。しゃー、ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。2018のドラフトもお楽しみに。待っとけよ、待っとけ、待っとけ、バイビー、バイビー、バイビー。